という立場であったと言われています。この方が作ったものを食べていただければと思いますが、カダという当時のお医者ですよね。で、青年生まれた年は不詳ですけど、おそらく死んだ年はここであろうっていうのは定説があります。紀元208年にお亡くなりになっているという記録はほぼ間違いないですけど、青年は分からない、分からないです。カダ、いわゆる当時の医者ですよね。当時の医者です。で、身近なところで意外とあるんですよ、カダネタって。我々も伝わってる。ですから深いですよねっていうわけですよ、ね、中国だけの話じゃない。文化伝播の恐ろしさってつくづく思いますけど、お正月にありますよね。あ、まあせっかくお正月なんだから子供だってお風呂おとそ飲んでやりません、ね、苦いなんて、はい、おとそ、はい、この慣習作ったこの人ですね。塗装酸って言って、当時昔薬のことを酸って言って、この散ることですね。この多分粉なんでパーンと散っちゃうんで多分酸って言ったんですけど、塗装酸っていう薬、それをこう酒に溶かして飲ませるようなどうやら風習を、まあ、慣習というかその、まあ、健康法ですよね、うん、を作った方ですし、お塗装ですね。または今とすれば当たり前です、いわゆる外科手術に麻酔使えないですよね。麻酔使わないと痛すぎて発狂しちゃいますけど、まあ歴史上の話なんでどこまで正確かですけど、手術を信じるとするならば外科手術で初めて麻酔なるものを利用して、手術を行ったという方です。その麻酔のことを、麻酔のことを麻沸酸なんて呼ばれてますよね。そういう方です。 AD208 と言われてもですよね、わからないですよね。時代は漢といっても五漢ですね。五漢から三国時代にかけての活躍された方で、今麻沸酸になることをご紹介しましたけど、立場的にはいわゆる三国志の時代の曹操のいわゆる御典医、薬医薬を持ってこう当時のその国の支配者層ですよね、そこにこう使いするという立場、天意というんですよね、という立場であったと言われています。この方が作ったもの、これを募金をどう理解するかって絶対的に歴史的背景はとっても重要なんで、あえて、口酸っぱく話しますけども、まあ、こういう時代こういう立場だったんですが、じゃあ漢の時代ってどういう時代でしたか。こんな一言二言で言える話じゃないんですけどね。ですが御金とする中でこの視点は絶対重要だ。道教真っ盛りの時代です、まあ、だけですね。なぜかというとほとんどまだ仏教入ってないです、五漢の時代、ほんとちょろっと来てるぐらいなんで、まあ、民衆に広まるそんなのはまだ前ぐらいですね。もうほんと道教一色、特に五度米道というのが有名ですよ、調べていただければ。これ五度米道の説明今したらとんでもないんで、いわゆる道教は真っ盛りの時代でしたねということです。どう前の YouTube で駅の話をちょっと紹介します。あんまりこの認識ない方向けですけど、この話はね、道教っていうのは母体は全部駅です。
応用解釈論として、じゃあそれを日々の生活にどう生かしましょうという形で、まあ、実践前に落としたとも言えるんだろうと思います。同居真っ盛りの時代ですね、うん、じゃあ同居って何か、言い方変えると新鮮思想ですね。分かって分からない世界なんですけどね。いわゆる山に神がいるっていう話だし、じゃあ言いたいところのこのご禁忌の話で言うと、こういう人が新鮮の世界が何を目指しているのか、道教が一体何を目指しているのか、結局不老不死不老長寿、うん、これにどうなるかってことをみんな考えてるんです。それが道教って言っても決しておかしくない。考え方のもとに実践法も当然備わってます。道の字見てもらえば分かる通り、今の日本なんだけど、なんとか道、はい、武道って言いますね、はい、全部道教を基盤にしています、はい、なのでそんな中国の古い話、いや、今の目の前の我々の足元の目に見えない日本的文化性もかなり、どころか、ものすごく重厚に影響を受けてますよ。気づかないだけです。全部埋まってますから。それを一個一個掘り出すと、あ、これも同居、あ、これも同居、これも同居。なんだ、何割かは同居で生きてますねってことは分かるわけです。ですから、よその話、我々の話ですから。そんな、道教がまさに中国で絶世だった時代に生きた方ですから、当然東洋医学も以前お話した通り疫が基盤、それが応用された道教ですから、この関係で理解して、別物じゃないです、はい、応用ですよね。我々に近しいことで言うと、五感で、そうですね、この身体論に関わったところでこの話をもう一つご紹介すると、この不老不死の神仙ね、道教、忘れないです、基盤ですよ。この漢の時代なんて詳しく見たければ、ぜひ陳春心さんの世界に踏み入れてください。よくわかります。この場でもう一つご紹介します。漢の時代の洪武帝っていう方がいました、ね、洪武帝、この方が我々の生活だったりに非常に近い言葉を出してますね。これはもう天下を治める立場の人ですから、まさに漢帝国のボスですからね。じゃあ巨大なる中国の漢帝国、いわゆる漢民族を安定的に治めるための一つの考え方として出したものですけど、文献に載ってますよ。非常に有名です。天下を治めるにあたって、最も効果的な方法はいわゆる柔らの道である、こういう表現をしているわけですね。恐ろしいですよ ね。当然疫道教バリバリの時代ですから、銃に対しては豪の発想もあるわけですけどね、やばらの道を持って、天下を治める、そんな話を残しています。
見て、ね、字の通り見ていただければ、まさに柔道ですよね。で無理をしないということをもって、その天下を治めるということで、光武帝は言葉を残しています。なんとなくね、つながってくる感じいたしますね。少なくとも時代背景は道教であり、山原、こんなことが大事にされた時代だというふうにご理解いただければと思います。